対ゲイ型人ゲイ、潜水艦が浸水を終え、白ゲイ潜水艦が就役することし。VSL 実装実験潜水艦建造も決まっています。今回は、海上自衛隊の潜水艦建造計画は、年に1隻建造するのかを詳しく見ていきますね。1隻800億円は、原子力潜水艦を導入するよりも、はるかにコストカット、しかも最強の潜水艦です。2022年12月に、いわゆる安全保障関連の3文書を、日本の岸田内閣は、改定した上で、閣議決定を行い、2023年度の防衛予算案から、これを大幅に増額していく、方向を打ち出したことは、戦後の防衛政策の一大転換点となった。ここにおいて、5年後の2027年度には、防衛予算額は、およそ11兆円を超過し、対 GDP 比率でも、これまで目安とされてきた 1% から、倍増の 2% 以上となることが予想され、NATO 加盟国が掲げる目標値にも迫るものと報じられている。ここまで、急激な防衛政策の転換が行われた背景には、当然、昨年2022年2月に正規した、ロシア・ウクライナ戦争の余波が大きいと思われるが、政治的には、不足分の財源を増税で賄うとの示唆もあり、そちらは、おおむね評判は、芳しくない。実際に、増税で、防衛費の増額を行うのか否かは、今後の政治的な環境や、日本を取り巻く、中国、ロシア、北朝鮮といった仮想敵国の軍事装備の状況が、大きなポイントになることは、間違いないことは確かだろう。そうした中で、日本の防衛力として、中核を担うと考えられているのが、海洋国家としての海上自衛隊の存在であり、周囲に広い領海を抱える国家として、各種の艦艇を中心とした戦力の整備が打ち出されている。現在の予定では、海上自衛隊の艦艇群の目安としては、護衛艦54隻で、うち10隻がイージス護衛艦。これとは別に、ミサイル防衛用のイージスシステム搭載艦が2隻。そして、哨戒艦12隻の新造という、水上戦闘艦の体制が示されている。そして、数としては、これまでと同様に、22隻体制を堅持することになっているのが、海上自衛隊の潜水艦隊であり、こちらは、昨年2022年3月に、最新鋭の対ゲイ型潜水艦の一番艦、対ゲイが就役を果たしたことで、達成されている。すでに、対ゲイ型は、2番艦の、枠ゲイが、2021年10月に、3番艦の、人ゲイが、2022年の10月に、それぞれ浸水を迎えており、予定では、前者が、今年2023年3月、後者が2024年3月に就役を迎えるものと召されている。このように、1年に1隻ずつの新造された潜水艦が計画通りに就役を果たす場合、22隻体制を超過することになってしまうため、これからしばらくは現行の中で最も旧式な親潮型9隻からの退役もしくは、艦種の変更が予想される。2023年2月の時点では、海上自衛隊の潜水艦隊22隻の内訳は、親潮型が9隻、双竜型が12隻、対ゲイ型が1隻で構成されており、すでに、最も旧式の親潮型は、2隻が、練習潜水艦への変更が行われている状態である。さて、最新鋭の対ゲイ型であるが、基準排水量は3000トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートルの規模を持ち、水中排水量等は公表されてはいないが、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模の艦艇だと言ってよいだろう。
タイゲイ型は、この艦隊に、川崎重工業社製の 12V2525SBD ゼル機関を2機と、リチウムイオン蓄電池、そしてモーターを搭載する、ディーゼルエレクトリック方式であり、最大出力6000馬力で、水中速度は、およそ20ノットを発揮する。現在浸水を迎えている3番艦の、神ゲイまでは、先に挙げた川崎重工業社製の 12V2525SBD ゼル機関を搭載するが、その後の4番艦以降は、同社製の新型の 2531D ゼル機関の搭載に切り替えられる予定である。現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭であるタイゲイ型の、こうした機関構成は、毎級である、そう、竜型の11番艦である、王竜以降に採用されたもので、リチウムイオン蓄電池を採用した世界唯一の量産された、軍用潜水艦となっている。今後は、韓国海軍が、同様に、リチウムイオン蓄電池の搭載潜水艦を収益されると、予想されているが、2023年における現時点で、収益を行っている艦艇としては、そう、竜型の後期の2隻と、タイゲイの3隻のみという状況である。ちなみに、海上自衛隊が実戦配備中の潜水艦の機関の構成は、サイコさんの親潮型が、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターを用いた、いわば潜水艦が登場した、1世紀以上前からの伝統的な形式を採用している。続く、そう、竜型の1番艦から10番艦までの10隻においては、これが、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池とモーターに、さらに、スターリング機関を加えた非対機依存推進を実現しており、当時は、通常動力型潜水艦としての先進性が評価されていた。この、そう、竜型の10隻は、通常動力型潜水艦の泣きどころとも言うべき水中航行時の動力を、モーターのみでなくスターリング機関も併用することで強化しようとした試みだったが、結果としては、短命に終わったと言うべきだろう。これは、搭載する蓄電が、鉛製から、リチウムイオン製のものへの変更を実現できたことが、大きいと追われており、後者は、前者よりも、大電力を持続して供給することが可能で、かつ、密る時間も、短く密る放電の回数にも優れている。こうしたリチウムイオン蓄電池の鉛製蓄電に対して持つ優位性は、その登場時から、判明してはいたものの、非常に発火しやすいという難点があり、軍事用の艦艇に搭載するには、その点をいかに防止するのかという点が課題であった。そう、竜型の場合、日本の GS 湯浅社がそうした点に、配慮されたリチウムイオン蓄電池を完成させたことに加え、潜水艦の艦隊を手掛ける三菱重工業の長年のノウハウもあり、安全性が確保されたと言えるだろう。しかし、ここまで技術的に進んできたと、おぼしき海上自衛隊の潜水艦の機関構成だが、2021年9月に、オーストラリアが、アメリカ・イギリスとの間で、新たな軍事同盟である、オーカスを締結したことが、日本にも、大きな議論を呼ぶこととなっている。オーストラリア海軍は、このオーカス締結の一環として、アメリカもしくはイギリスからの技術的な支援を仰ぎ、攻撃型の原子力潜水艦をこれまで進めてきたフランスとの協業による通常動力型のアタック級潜水艦に変えると表明したからだ。いかに通常動力型の潜水艦の機関部が進化を続けているとはいえ、原子力推進に比較すれば、後者は、事実上、燃料補給の必要が、なく、長期間の航行が可能であり、さらに、水中での移動速度も、軽く、30ノット以上をマークするなど、性能は高い。そのため、搭乗員の、食料や体力面が許せば、原子力潜水艦は、極めて長期間にわたって、
連続潜航を行うことが可能で、キレ、ゆえに、長大な航続距離を一切浮上することなく行動できることを意味しており、確かに驚異的ではある。しかし、原子力潜水艦は、それゆえに、搭載する小型の原子炉を製造するという、技術的な課題や、通常動力型の潜水艦に比して、圧倒的に、建造費が高額であるという問題もあり、海上自衛隊に必須かといえば、疑問符はつくだろう。例えば、タイゲイ型の一番艦である、タイゲイの建造コストは、およそ800億円ほどとされているが、アメリカの攻撃型原子力潜水艦である、バージニア級は、少なくとも、5000億円以上と目されており、火力6倍以上に相当すると思われる。現在の海上自衛隊が構築している、潜水艦隊の22隻体制を、バージニア級などの攻撃型原子力潜水艦が、3から4隻で、代替可能とするならば、意義はあるかもしれないが、訓練や整備のローテーションを考えれば、まず無理だろう。そう考えれば、通常動力型の潜水艦に比べ、原子潜水艦の持つ、長大な航続距離や連続潜航時間、そして、高速性能には、大きな優勢があることは事実だが、果たして、海上自衛隊が保有、運用することが、現実的かは、まだまだ議論を重ねる必要が感じられる。南シナ海で黒潮潜水艦が突如として現れました。護衛艦下が後米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時でした。今となっては後出しになってしまいますが、当時のチャンネルでかつて言っていたように、潜水艦が海底にいることがわかりましたね。潜水艦が海底にいると言った3日後、当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も、前から、南シナ海での訓練を行っていた、護衛艦加賀の海底には、黒潮が、任務を、水航南シナ海で、極秘任務についていたということを発表しました。なぜ、今頃発表と考えてしまいますが、実は、黒潮は、旧型の潜水艦その旧型でも、南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表したのです。これは、もう、抑止効果としか言えませんね。ただ、そう、旧型潜水艦が、もう一隻海底にいたのではないのか?と、そんな気がしているのも事実です。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは、潜れるという、人や500メートルがいっぱいという話などもあります。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられています。個人的には800メートルと考えている、最新鋭の鋳、硫や闘硫などリチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えますが、この潜航深度は、そのまま変わらないだろうとも思います。難しいところです。ただ、そう、旧型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えます。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることでしょう。静粛性は実質トップと言えますね。
リチウムイオンを搭載した本流の引き渡しに備え、性能を改めて見ていきましょう。日本には潜水艦が数多くありますが、本流の出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。本流派2018年10月4日に進水式を終えたばかりの比較的新しい潜水艦。本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも、海底の忍者です。ちなみに、本流の建造費は660億円だったそうです。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかりますね。さて、この本流の出現とは、一体、どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな、脅威的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者横流なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところ、潜む見えない敵。これほど、恐ろしいものはないでしょう。ここで、横流に関する中国メディアが書いた記事を紹介します。その中には、実に気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で、10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式、および進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、横流、そう、流型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で、初めて、リチウムイオン電池が搭載された、軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである、今日頭上波19日、本流に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した、日本の潜水艦には、メリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と、啓発しました。これまでの、そう、流型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって、新たに、リチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが、格段にアップしたようです。日本は、近年、軍事拡張の傾向があり、未だに、アメリカの制限を受け、しかも、平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオウリュウが使用しているリチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野明氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいですよね。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるので、どうして、こんなにいいものを中国では採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もありました。今日頭上の記事は、中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には、発火しやすいという、致命的な欠点があるためと説明しています。確かに、リチウムイオン電池を使用している、スマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は
命に関わる大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算などのせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性は、ずっと以前から確認されていたと報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って、信頼性に欠けるというのが、正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア海志新は、10月24日、欧竜については、15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが、潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が、音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国、中国よりも15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付しています。インターネットを通じて、独自のニュースを配信できるのは、指定された135やつのメディアのみで、この機関以外から、発信されたニュースを記載すると、法で罰せられるとのことです。これら以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから、連載して掲載するしかなく、ニュースの独自性は、どんどんなくなってしまいます。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で、信じて疑わないという姿勢があるのかも、しれませんね。インターネットはもちろん、SNS も監視されている国。実際、中国へ旅行した時、日本にいる家族や友人との連絡手段がないことに、かなり驚いたことを覚えています。特に、海外の情報は、外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては、慎重に扱うべき事項。それを、このように堂々と報道しているので、特に考えもないことがわかりますね。それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題は、その後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っています。とはいえ、2013年4月には、日米当局が、
アメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言って良いと思われます。それにしても、どうして日本は発火などのリスクを承知でリチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。ここまで強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じますね。そして、記事の最後には、中国の原子力潜水艦は言うまでもなく強力だが、残念ながら艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、放流に対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは世界でも初の試みですから、中国だけではなく世界中から注目されることでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまりやはり日本のものづくりに対する徹底した真摯な意識があるからではないでしょうか。日本の技術は世界でもトップレベルですものね。今あるものを真似して同じようなものを作るだけでもっと高度なものへという発想がなければいつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。海上自衛隊の次期潜水艦建造計画が進んでいますが、データなどは非公開です。当然といえば当然ですが、スペックはどんなものなのかな？と考えてしまうこともあります。今回は、次期潜水艦の性能について見ていきたいと思います。潜航深度が深くなれば、隠密性は高まりますが、浅い海域でも機動力はやはり必要ですよね。そのためには機関である電池の性能次第ということになるのではないでしょうか。VSL 搭載潜水艦が現実味を帯びる中、潜水艦数もまた問題に、原子力を採用との専門家もいますが、次世代燃料電池に期待したいですね。2021年現在、海自が保有している最新鋭潜水艦といえば太平洋型ですね。一番艦太平洋2020年10月に進水、2022年3月、収益になっています。二番艦は、クゲイが2021年10月に進水、2023年3月収益予定ですから、配備は、これからということになります。太平洋型は、前級の、そう、流型のデザインを機構的にも踏襲した、潜水艦と言えましょう。特に、そう、流型ラストの2隻、11番艦欧竜と、12番艦東竜の正常進化版と位置づけられるものらしいです。機関部の構成も同様ということからも、この事実が伺えます。欧竜、東流と同じく、太平洋型も、機関として、ディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の潜水艦です。データで、覇王竜が、水上排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、
全高 10.3 メートルで、軸出力は5600馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードと見られています。一方のタイゲイ型ですが、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、全高 10.4 メートルで、軸出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットのスピードが予測されているのですが、一目瞭然、すべての数字が似通っていますね。こういったデータを見た場合、面白いことに気がつきます。実は、そう、夕方1番艦から10番艦までの10隻は、軸出力は8000馬力ほどもあったのです。つまり、機関部構成が、ディーゼル機関とスターリング機関、鉛製バッテリーと発電機の組み合わせだった頃は、現在より、数値の上では高かったのです。しかし、そういったカタログ数値以上に重視されていることがあります。機関構成のシンプル化と、艦内スペースの増加、鉛製に比べて、高速充電可能となり、持続力が向上した、リチウムイオンバッテリーの採用によって、実際の運用上効率は、勝るとも劣らないと言われているのです。馬力が落ちても、他の要素で取り返すということでしょうか。とはいえ、この比較は、あくまでも、今までの海上自衛隊の通常動力型潜水艦と話です。他の国の原子力推進潜水艦と比べたら、出力やそこから生み出される水中速度等では劣ってしまうことは、残念ながら避けられない事実と言えましょう。原子力推進型潜水艦の水中速力は、だいたい30ノット以上と見られています。通常動力型潜水艦では、世界でも最高水準と考えられている、海自のタイゲイ型や双竜型の速度と比べると、およそ 1.5 倍以上の数字を叩き出しているわけですから、運用目的や用途は、おのずとが異なってくるのが、当然でしょう。前述のように、舷船は、水中速力と長時間の潜航航行が可能です。敵の原子力潜水艦に対して、日本の潜水艦の取る戦術は、特定海域での待ち伏せであり、俗に、チョークポイント、チョケ、ポイント、制海権を握るために、重要な海上水路と呼ばれる地点に潜んで、敵艦の行動を妨害するものと思われます。つまり、こちらから撃って出ることは、しないというわけです。特に、海自潜水艦の場合、他国の攻撃型潜水艦は、対地攻撃用のミサイル等の兵装を実装していますが、こちらは、対艦攻撃用の兵装のみの実装ですから、待ち伏せ戦術の傾向がより強くなっていくことが予想されるのです。韓国の国産潜水艦の島山安正弘級初期型バッチ1の場合は、通常動力型ですが、潜水艦発射型の VLS を6機搭載して、攻撃型潜水艦の範疇に含まれる潜水艦でもあり、同時に、対地攻撃能力の獲得を目指しているらしいと言われます。何度も言いますが、こうした他国の潜水艦とは違って、海自の潜水艦は、純粋に、敵潜水艦を含む追艦攻撃に特化した艦艇ですから、傭兵思想そのものが、日本領海防衛に限定されているということを再度考慮する必要があるのではないでしょうか。2020年にタイゲイが進水式を迎えるまで、潜水艦の推進方式に、従来のプロペラによるスクリュー式ではなく、ウォータージェットあるいポンプジェットと呼ばれる推進方式を採用すべきという意見が一部にありました。確かに、ウォータージェット推進方式は、一部の国の潜水艦に採用されています。例えば、アメリカのシーウルフ級、イギリスのトラファルガー級、ロシアのボレイ級などですが、
これらの潜水艦は、すべて原子力推進型の艦艇なのです。潜水艦以外にも、ウォータージェット推進方式は採用されています。例としては、レジャー用小型水上バイクや、22ノットを超える高速船の一部などにも取り入れられていますし、水上艦では、40ノット以上のスピードを発揮する艦艇もあるそうです。ウォータージェット推進方式は、搭載している艦艇が接する周囲の水を一旦吸い上げた上で、高圧ポンプを動力源にして噴射して進む方式ですが、物理的効率はスクリュー式よりも低いので、燃費が悪い方式でもあるのです。燃費の悪さというデメリットは、あるにしても、前述したように、一部の原子力推進型潜水艦が、ウォータージェット推進を採用している理由は、原子力という動力源が大きな影響力を持ち、一般の通常動力型潜水艦とは比べ物にならないほどの出力を生み出すからです。別の意味で言えば、原子力を持たなければ、ウォータージェット推進方式はあまり効果がないということになるのかもしれません。改めて確認ですが、日本には原子力推進型の潜水艦はありません。にもかかわらず、大芸型にウォータージェット推進が採用されるかのような噂がネット上にレフした背景を探ると、2019年、令和元年に千葉県の幕張メッセで開催されたメートル AST アジア2019という展示会の影響があったのではないかと考えられるのです。メートル AST アジア2019で海上自衛隊の潜水艦建造を担当している主要メーカーである三菱重工業者は将来の次世代型潜水艦のイメージ図を展示しました。その中にウォータージェット推進の採用が盛り込まれていたのです。この時に三菱重工業者が展示していたのはあくまでも次世代潜水艦に向けたコンセプトイメージをアピールすることが目的だったのでしょう。しかし、これを見た気の早い一部の人が、双流型に続く新型潜水艦に、ウォータージェット推進が採用されると、早合点してしまったようなのです。この当時、潜水艦の名前は決定していませんでしたし、大芸型という名称も、未定な新型潜水艦でしたが、一番艦大芸派前年の2018年3月には寄港されてたので、次世代潜水艦という表現には、そもそも合致しないのですね。ですから、このイメージ図を、本来的な意味で、次世代潜水艦だと解釈しても、建造が始まっている大芸型ではなく、それ以降の潜水艦と考えるのが順当な判断だと思われます。ウォータージェット推進は、噴出する水流の方向を、ノズルの向きで変更できるので、舵が不要ですし、高速度を実現できるというメリットもありますから、潜水艦に実装すれば有利ということは、疑いようのない事実でしょう。しかし、一般的には、25ノットまでの速度域では、従来のプロペラによるスクリュー式が、動力源の約 65% の効率に対し、ウォータージェット推進では、ここから 20% ほど低い効率しか実現できないと言われています。2つの方式のエネルギー効率は、30ノットの速度を超える時点で逆転するとされていますから、最新のリチウムイオンバッテリーで、水中速度20ノットほどの日本の潜水艦では、30ノットに達するのは、かなり難しいと思われるのです。今後、リチウムイオンバッテリーが、さらに進化して全固体化となれば、そこで得られるパワーによって、現行の水中速力を20ノットから、アップさせる可能性も考えられますが、1.5 倍にもなる、30ノットの実現には、かなりハードルが高いと、推測されます。そういった課題を考えると、日本の潜水艦が通常動力型である以上、
ウォータージェット推進方式を採用してもメリットはないでしょう。つまり、抜本的な技術革新が実現されない限り、ウォータージェット推進が実装されることはないと思われるのです。戦略型通常動力 VSL 搭載潜水艦が現実味を帯びてきましたね。三菱重工神戸造船所で、タイゲイ型潜水艦3番艦の進水式を行われ、ジンゲイ潜水艦が誕生しました。今回は、このジンゲイ、潜水艦を詳しく見ていきますね。やはり注目は電池システムですよね。大電流時代に、ぴったりの高性能にアップデートされています。ディーゼルエンジンとのハイブリッドで充電時間の短縮が今後の課題となるでしょう。ですが、早い充電になってますよ。将来は水素エンジンで水素を同時に作り出すシステムになるのかも気になりますよね。限界を超えますね、この水素システム。海上自衛隊では、今年2022年3月に、最新鋭の潜水艦である、タイゲイ型のネームシップで、1番艦のタイゲイを就役させていたが、この10月12日に建造中の同3番艦を進水させ、ジンゲイと命名する式典を執り行った。今後も、竣工に向けた準備が進められる、ジンゲイだが、この艦名は、漢字では、シンクジラと書き、大海原を飼育するクジラを表したもので、実際の収益は2023年度末が予定されており、このペースは近年の通例となっている。ちなみに、タイゲイ型の2番艦のワクゲイは、昨年2021年の10月にすでに進水済みで、やはり収益は2022年度末が予定されており、こちらも1年に1隻の新造と収益のサイクルを遵守していることも述べておくべきだろう。大きな日本の防衛力の整備の枠組みとして捉えた場合、防衛計画の大綱で打ち出されていた潜水艦隊22体制の構築は、1番艦のタイゲイが就役を迎えた2022年3月時点で予定数に到達しているため、今後は前々級の親潮型が順送りに退役を迎えると考えられる。もともと16隻体制から22隻体制へと、中国海軍の戦力の増強を念頭に置いて強化されてきた海上自衛隊の潜水艦隊だが、今後の情勢以下ではさらに拡充を図る可能性もあり、親潮型は練習艦等としてと留め置かれる可能性が高いと想定される。現在、こうした海上自衛隊の潜水艦を建造可能な造船所は2社、2箇所に限定されており、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場のみであるため、言うなれば、すべての潜水艦が神戸から生み出されている状態である。今回のジンゲイは、三菱重工業者の神戸造船所が建造を担当しているが、川崎重工業者と交互に、新造艦を受け持つ体制が確立されており、高い工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく継承できている。潜水艦に限らず、自国で、
こうした主力兵器を製造できない国の場合には、それが必要とされれば、売却を行ってくれる国を探すしか方策がなく、自国の求める仕様を追求して実現するだけでも、大きな労力を割かざるを得ないと言えるだろう。その意味では、他国の通常の軍隊以上に、仕様が特殊とも言える日本の自衛隊は、その設立の理念でもある、専守防衛という括りから、大きな制約を受けており、自国での建造力は保持しているが、世界的に見て、汎用的な潜水艦とは言えない側面も持つ。さて、大鯨型3番艦の、神鯨だが、海上自衛隊の最新鋭艦だけあって、未公開の数値が多く、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというのが、公に示されている、主な仕様である。大鯨型は、基本的に前級となった、そう、流型の設計とデザインを踏襲している艦艇で、後者の後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルの規模を備えている。これを見れば、大鯨型は、双流型に比して、ほんのわずかに大型化されていると見て良い艦隊だと思うが、全体が、そう、流型からのキープコンセプトでまとめられており、大きな変更は、次の艦級まで持ち越すことが有力視されている。大鯨型の推進方式は、そう、流型の後期の2艦と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせとなっているが、このリチウムイオン蓄電池の搭載を、最初から前提とした初めての設計艦だと言える。このリチウムイオン蓄電池は、日本の GS 湯浅社が手掛けたものだが、この搭載を、当初より前提に建造された大鯨型では、その大電流を、継続的に、急速充電が可能な性能によって、新型のシュノーケル発電システムを実用化させた。この新型のシュノーケル発電システムによって、大鯨型は、従来の潜水艦よりも、潜航航行の長時間化、ひいては、これが、作戦行動半径の増大に寄与していると召されているが、詳細は伏せられており、具体的な数値までは示すことができない。ただし、大鯨型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組合岩の機関を搭載する、前級の、そう、流型の後期の2艦の速力は、水上13ノット、水中18ノットほどとされており、大鯨型も、これと大きな差はないだろう。そのため、他国の機関部に、原子力推進を採用している原子力潜水艦が、軒並み、水中の速力で30ノット以上を発揮可能となっている現状を考慮すれば、いかに大鯨型が通常動力型としては最新鋭とはいえ、その点で互いする性能とは言い難い。原子力潜水艦には戦略核兵器たる SLBM を搭載する戦略型原子力潜水艦と敵の艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つに大きく分けられるが、いずれも、高出力の原子力推進機器艦を搭載するため、通常動力型より、はるかに高速度である。こうした兵器としての原子力潜水艦の有用性は、速度においては顕著であるため、日本も、いずれは、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきであるという、主張は少なからず行われており、中国海軍の増強に比して、その声も増加してきたと感じられる。2022年現在、こうした攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国しかなく、昨年2021年に、オーカスの締結で、オーストラリアがこれに加わることが確実になってはいる。確かに、
これらの攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用する国の中で、日本は、ロシア、中国という、二大仮想敵国と対峙している状態であり、今後、ますます増強が予想される中国海軍に対しては、その採用も、視野に入れた検討は必要であろう。ただし、中国の南シナ海への支配力の増大を懸念し、オーカスの締結によって、攻撃型の原子力潜水艦を、アメリカもしくはイギリスから、調達、及び、自国建造を行うと、表明したオーストラリアだが、1年以上が経過した今も、具体的な潜水艦の特定には至っていない。アメリカを選択した場合には、バージニア級、イギリスを選択した場合には、アスチュート級といずれにしても、現在の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦にはなることが予期されるが、自国に必要な数以上の建造は、すぐには困難なようだ。その上で、さらに、オーストラリアは、島嶼群を除いて、自国内での建造を前提に、この計画を進めようとしている模様だが、一から建造に必要な、設備や要員、そして技術的な基盤を整える必要があり、早期の収益はかなり難しいと思える。日本でも原子力推進というだけで、建造にアレルギー反応を示すような風潮は、以前と比すれば、減少したことは好ましいと思える反面、手掛けたことのない原子力潜水艦を建造し維持していくためには、費用的、機関的な問題を整理することが急務だろう。ちなみに、攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している、現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、いずれも航空母艦も運用しているため、これらで空母打撃群を編成する中でも、必須の艦艇ともなっている。まあ、ロシアが航空母艦を保有しているとは言っても、1990年に就役した、今や老朽艦のアドミラル・クズネツォフのみで、ほとんどの攻撃型の原子力潜水艦は、単艦による敵艦艇への攻撃を前提に運用されているのが実情かもしれない。日本の海上自衛隊でも出雲、片護衛艦を航空母艦化する改修が進められているが、これらは遠征を前提とした艦艇とはならないとはいえ、速度的には通常動力型潜水艦では随伴は不可能なため、何らかの対策は必須となるだろう。